第2回土曜スバサ第4話珍しい。お分かりいただけただろうが案件だこれ。体おかしいやん。なんかおかしいですね。三頭筋に力が入らない。ドキドキなるんだよ。体がもう動かなくなっちゃったね。乳酸がすごい溜まってるような感覚になって、こう力が入らないというか。医学に詳しい方教えてください。ここだな。ドヤさんのゴッドハンドで僕の腕が良くなった気がします。おいしい。農家だな。農家今日の対決17ホール4番パー3実測200ちょい第2回ドヤスバサ。何食べてんの一人で。熱中症対策。俺らには一個しかひどいね。どう。はい。まあまあ今2打差ですから。元気出せよお前。元気ですよ全然。どうしよう。元気出せよ。元気です。うん、だどちらかというとさ、体はエネルギーこっち行くじゃん。はい、エネルギーに対して、まあ、反発して、はい、こう綱引きのような感じになって、はい、これでこう伸ばす。軸がさ、アマチュアの人の軸がこっちに行って、要はさ、こういうフォローみんな取りたいって言うじゃん。だけども、背骨こっちに向いてないとさ、腕って伸びないじゃん。腕伸ばそうと力いっぱいこうやって、こんな変なフィニッシュになる。じゃあ背骨が傾いてるのは絶対、綱引きできない。なるほど。やってる？やってますよ、俺は。やってますよ。お前ずっとこうじゃん。こんなことやってる。ずっとこうやってやってんの。あ、GG スイングのバカにした。GG スイングがバカにするよ、俺。ジジスイングなんてあんなのできないって、うん、3年ぐらいやんないと徹底してやんないと自分らでやるのはできない。アマチュアが自分でやるってできない、うん、確かに自分ではできないですよね。ちゃんと自分を客観視しないと無理だよ、うん、じゃあご言うで。はい帰ろ。ナイスワン。 4?呼んで、キーする。はい、キーする。はい、あ、ちょっと先っぽだけど、手前には乗るんじゃない？ああ。この絵をよく見るんだよな。何で売ってもあそこ行くんですけど、俺。ごゆう？ごゆうっす。おー、左。うん、うるさい。どれ臭い？え？どれ臭い？いや、臭いと思ったことないっす。ちょっと匂い嗅いで。あー、悪くないっす。どういうこと？いいっす。夏場は香水とかつけないんだ。つけないっす。ちょっと夏の香水きついっすよね。虫が寄ってくるし。香水は僕もつけたことないっす。え？それお前聞いてないよ。聞いてないっすか？人並みプラスアルファぐらいにちゃんと汗臭いですよ。いや汗臭くはない、足じゃないですか。それが足が臭くなくなったんですよ最近。わかりますそれ。ね、はい、なんか前はもう足が下にあっても感じるぐらい臭かった。車で靴下とかもやばかったんですけど、ね、最近なんか臭くないですよね。気絶しかけましたよ昔。バッサンに足こうやって出して入ってくださいよっつってやったら本気で嫌がってました、ね、いや半端じゃなくて尋常じゃなかった。いや半端じゃなく臭かったんですよ。なんどうやって臭くなくなったんですか。いやわかんないですね。食い物とかじゃない。あ食い物、うん、だってさ乳幼児がさミルク飲んでる時はあんまうんち臭くないのよ。確かに。でも離乳食食べ始めたら臭くなる。ああなるほど。あ食事っすね。31ヤード。はいはい。60度で。はい。県内8メートル。8、うん、6人できます。あー過ぎた。28ヤード。はいパターで。はい大変だろ。どうだ。うーんちょっとゴーワンモア。うーんワンモア。4歩。はいパパッと。うわぁすごかったか。ナイス。
3メートル。3メートル。パーパックス。止まるか。止まる。下ってないの？下ってるよ。下ってますね。ボギー。同じく3メーターぐらい。パーパット。しっかり打った。あー、切れない。切れた。ボギボギボギーボギボギボギですね。やっちゃったな。ちょっと抜けたっすね。下りだからっすか。なんか下り、結構見すぎたね。あー、抜け球打った感じです、ね。うん。5番パフォー、374。いやー、今のボギー怒ったな、ちょっと。お前も怒ったろ、ちょっと。いやー、相当ね、今のは。切れた。はい、怒りました。出せ。はい、すいません。くそ、くそやっぱ過呼吸になるぐらいやってもらわないと。もう。あ、でかい。飛んでる、飛んでる。声もでかかった。で、行くぜ、行くぜ。おー、でかい球打ったね。おー、飛んでる飛んでる飛んでんね、飛んでるよ。ありがとう。ついてけ翼。今日はでも飛ばない感じなんですよね。なんでだよ。ファーだ、ファーファーファー。ファー、しかも OB OB OB。 嘘嘘、持ってねえよ、葉っぱだよ。なんて、ボール。どうしたどうした、翼。相模湖じゃなきゃ勝てねえのか、俺に。ん？相模湖オンリー？お前さ。動揺してるよ、お前。動揺してるよ、お前。T こっち。何やってんの？暑いんすよ、今日。5ショットか5球とか。よいしょ。あれは大丈夫か。あ、大丈夫大丈夫。疲れたの。一応なんか疲れちゃった。俺のダンスボールみたいな。まあ、急に来ました、ね。今日は多分31度とか2度とかだけど、こういう気温で侮っちゃダメだよね。そうですね、本当。ちゃんと水分取んないと。この人は水分マジ。塩分チャージしたじゃないか、今、お前、一人だけ。塩分チャージして、お前、OB してんじゃないか。さあ、ちょっと一段 OB でした。翼、持ってきてるやすくんが。いや、そうなんだ。俺の、二段おまけあげちゃってるからな。うん、スタートのなんか、俺の、脳幹のはずのダボ。うまい。フライヤーしてる、これ。なんか、転がれよ。あ、でもナイス。ボギーあるよ。ナイス。ボギーあります。絶対バーディー必要っすよ、ここあたりで。バーディーダボで3打縮めます。はい、いや俺もボギー取りますよ。まあ、それでも2打。2打どこしに置くの。大事っていうか、なんか大丈夫ですか。大丈夫です。触れなくなって、ちょっと元気でなくなった。足がフラフラしましたね、なんか。あ、ちょっと軽いあれっすね。スゴTV安全第一なんで、はい、やばくなったらすぐ行ってください。撮影中断して分かりました。すいません、ありがとうございます。95、56から72ヤード、72ヤード、62で。うまうま。あ、でかいか。もうちょいっすね。思い出した。ナイス、ライン出てた。翼、大したことねえな、お前。いや、まだ分かんないっすからね。分かんない。相模湖上野原はダメなんだ。バッサンが強すぎるから。お前、結界張ってる？なんかあそこだけ。いや、ね、いや、でもすごいっすけどね。もうそのコースだと絶対にいい結果ですね。そこでたまたま試合行われたら、もう、無双するんじゃないか。相模湖とか試合やんないの？プロの試合。やんないんだ。
15ヤード。はい。60度。はい。抜けた。抜けたね。9本。はい。ボギーパットいきます。はい。面白い。6メーター。6メーター。パパッと。はい。惜しい。はい、空回ったなぁ。6メートル。はい。いいよ。しないしない。オッケー、ナイスパー。よし。一歩パーパッといきます。はい、ダブルパッと。やめてよ。ダブルパッと。一歩パーパッと。忘れてた。ナイス。おめでとうございます。やめてよ。切り替え大事なんだよね。そうですね。忘れるの大事だ。くそー、今。よく書くのと、気合い入れんのって紙一重っすよね。紙一重。紙一重超えちゃった系だ、俺今。ちょっと欲が勝っちゃった。欲が勝りまくった。6番パー4、398ヤード。まあ、410ぐらいか。はい。まあ、鬼門だね。鬼門ですか。第3回安場さんも、残り4本ありましたけど。安場さんになっちゃった最近この流れ昨日も安かずで俺がアンダー出すのかで、そう、途中から企画が変わっちゃうんですよ。今日アンダー出したいな。今日はいけそうな雰囲気ありますね、うん、あべ大丈夫大丈夫、あ、大丈夫、飛んだ、おー、ナイス、フェアウェイ、余裕で超えたよ、バンカー、猫さん、やばいよ、わかる、猫さん、こうやって飛ばすんだよ、猫さん、わかる、かなりやばい、あれ越えないっすか、あの丘は越えないっすよ、来てほしいな、いや、そんなによくない、普通、おー、今なんかトップでにゃんとなったね、あー、起きた、あー、起きちゃった、あー、行っちゃった、さあ、翼、ね、翼切り倒せ、え、何、気持ち切り直す、気持ち切り直す、なんだよそれ、お前切り直すって、気持ちを切り替えていきます、うん、切り替えは大事だよ、 OK、 6割のも飛んでんじゃん、おお、跳ねた、めっちゃ今跳ねた、15ヤードでやっと俺より飛んでないぐらいかな、ね、6割なんで、な、6割が一番飛ぶっすね、今はいいショットだな、出力なんてもう出さないでいいからね。無駄なことやってると思うよ、いやいや、あれは勝手になる、まあ、無駄じゃないんだけど、ちょっとね、誇張しすぎてる、いや、そんな恥ずかしい、やりすぎてる、やりすぎてる、恥ずかしいことやるやりすぎてる、ちょっと程よい、よくアマチュアが落ちるようなやりすぎるっていう、確かに、ね、それになっちゃってる、そう、あんまやんない方がいい、恥ずかしいな、誇張は、やっちゃってる、やっちゃってる、やっちゃってる、アグレッションス、なんで笑った、間違えたから、大丈夫、ちょっと今脳が動かなくなってきた、バッサー、なんかラムネ食べますよ、ラムネいるかもしんないね、弱いね、お前、いやいや、顔の割に、顔って、じゃあ、顔黒い割にさ、弱いね、顔の割に弱い、黒いのに、顔黒いのに弱い、顔の割に弱いわ、顔黒いのに弱いわ、ダメだよ、悲しい、ひどいっすよ、顔の割に弱いっていう、ドヤさんじゃなきゃ言えないよ、140ぐらいある、140、あ、でも、復活するのかな、これ、ボール左足寄りにして、もうアッパーでいいよ、うん、体重右に残ったままでいいし、140ヤードピッチング、はい、アッパー、うまい、いいよ、翼、124ヤードピッチングで、はい、
まあまあピンハイぐらいいってんじゃない。ちょっとバンカーをできれば避けたいんですけど、はい、6番アイアンで90ヤードぐらいだと思います。はい、118ヤード。5-2。ウェッジの打ち方分かってたな。ナイス。最近練習してんすか。いやもうラウンド行く回数が増えてきて。あんまり練習中行ってないですか。うん、レッスンしてる。あ、なるほど。セグちゃん。セトちゃん好きだな。サイさん、セトちゃん好きだな。ねえ、皆さん。純粋な人ですからね、サイさんは。好きなら好きって言うんですね。60ヤード、60度。4打目。4打目。いいんじゃない？よさげ。おー、いいね。圏内。圏内、ボギー圏内。よさげ、ナイス。なんででかいんだろうね、これ。飛ぶんすよ。68だよ。ぴったりな感じしたんですけどね。ちょっと短いぐらいだと思った、うん、飛ぶんすよ、飛ぶの。土屋さんは、7.5メートル。はい、バーディーパット。3打目パッターです。うん、お先します。やっぱよし、5本のバーディーパットいきます。はい、おお、上、ボギーパット。ナイスナイスボギー。今の翼、はい、疲れてんだろお前。お前絶対疲れてるだろ。お前なんかさ、なんか疲れてるよ。疲れてないです。大丈夫、大丈夫です。無理だったら、NR し、危険し、うん、危険し。スゴール TV は安全第一、健康第一。そうそうそう。大丈夫？安全第一、健康第一、家族第一でやってるんで、うん、危険しますか。いやいや、大丈夫です。あれだよね、アマチュアの人もさ、もうこんな炎天下だったら、1メートル OK 出さなきゃダメだよね。確かに。うん、本当に。確かにそうです。競技でも出していいぐらい。うん。あ、第5は終わりだ。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいんだよ。あの、最強決定戦のお金、うん、で、あの、お母さんに何か買ったんですか。買ったよ。何買ったんですか。1個だけ。何？シャワーヘッド。何か。シャワーのヘッドレス。まシャワーヘッドしんねえかよ、お前。なんて説明するの。シャワーヘッドはもう意味みたいなもんだから。シャワーのヘッドあるだろ。水が出てくる時に切り替えて、シャワーヘッド、いろんなこう、いい、そうそうそう、出方があるわけです。リファの。安いっすね。お前じゃあ、最初に買った10万何使ったんだよ、お前。10万でしたっけ ?15 万ぐらいか。10か15ぐらいか。うん、何使ったんだよ。じゃあ、バスで20じゃん。20ももらいました。うん、もらったよ。これ何使ったんだ。何使ったんだ。いや、なんか、旅行とか行った記憶がありますね。記憶？記憶だろそれ。現実じゃねえじゃないか。もしかしたら。現実ですよ。あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。ああいうふうにね、ちょっと打ち込んじゃった時のご挨拶ってことで。はい。まあ俺に言ってんのかな。俺に言ってんのか。いや、言ってないです、言ってないです。ああいうの大事ですね。俺は不可抗力だから。カートに跳ねちゃった。あ、先ほどの。うん。あれで注意してくるやついたら、俺に直接 DM で言えって言いたいね。コメントで。なんかお前が目立ちたいから、ね、コメントするんじゃなくて。ああ、なるほどな。直接来いと。直接。うん。おっしゃる通り。打ち込みに対しては。うん。それ以外受け付けない。一切。まあ、打ち込み2期ってことだよね。行きましょうよ。じゃあ、そういうコメントが来たら、うん、コメントの返信で僕が、土屋さんちの住所書いとくんで、そこ行ってくださいって。なかなか、それでいいですか。そうです、ね。まあ、なかなか入れないですけどね。門前払いで入りづらいんですけど。まあ、入りづらいですけど、2人とも来てるけどね、オレンジに。いや、来たの、機械的な意味で入りづらい。あ、そう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 。ああ、そういうことで。まあ、でも入れないことはない。侵入できないことはないんで。ということで、次回も見てください。お願いします。次回最終話です。